はい、山口敏太郎のアトラスラジオの時間が来ました。皆さん元気にしておりますか？僕は、ね、大阪に行ってきました。松竹芸能さんの門座で、シンプレ渡辺さんと、ライブをやってきました。大変大勢の方、100人近い方来ていただきまして、ありがとうございました。また今後は、また、いろいろライブとか続きますので、8月の、3週目ぐらいは岩国で UFO を呼ぼうというコーナーがありまして、そこにも僕が参上します。9月 の、 後半にはキャンプ場で、山梨のキャンプ場でUFO を呼ぼうというコーナーがあります。それから南蔵院の、階段の夕べ、そこに階段フェスと言ってるんですが、あれがいよいよ復活しますということで、頑張っていきたいと思います。今日のゲストはですね、コノルさんと電話つながっています。コノルさん、はい、こんにちは。あ、どうもこんにちは。夏は元気にしてますか？はい、はい、ちょっとですね、今音声がなんか聞こえづらくてすいません。聞こえづらい、はい、なんかクリアに聞こえますけど。あ、大丈夫ですか？はい、はい。夏はお盆はどう過ごしてますか？お盆はですね、今日は普通に、はい、墓参りをしてきまして、はい、で明日はですね、ちょっと息子の希望で平泉の方にちょっと一泊で家族旅行に行ってきます。はい、息子さんの希望で平泉なんですか？あ、そうですね、ちょっと歴史、日本史が好きなようで、はい、戦国時代とか好きで、で戦国時代とか、あと、第二次世界大戦とか、ああいうのが好きで、まあバトルものが好きなんですか？そうですね、で、うん、旅行に行くにあたりどこに行きたいってこう聞いてるうちに、岩手県の平泉ね、行ったことないから行きたい、金色堂とか見たいってことで。なるほど、そうなんですよ。はい、じゃあ楽しんでいってくださいね。はい、はい、それで行きます。まあ、今回ね、コロさんに霊視ができないか、リーディングができないかってお願いしてたのが、はい、まあ、YouTuber として人気のタレントの天智さん、うんうん、まあ、可愛らしい女の子でいますよね。うん、はい、で、まあ、彼女が YouTube の活動というか SNS の活動を全てやめて、うん、田舎暮らしがしたいみたいなこと言い始めてるんですよ。うん、でもう引退するのはもう間近で本当らしいんですけども、うん、そこら辺が理由をはっきり言わないんですよね。うん、うん、だから普通だったらね、なんか声が出ないとかね、うん、精神的に疲れたとかね、うん、なんかいろんな理由があるじゃない、病気になりましたとか。それは一切引退って言うとおかしいけど、活動停止の理由を一切言ってこないと、うん、まあ、そういうので、まあ不信がってるっていうかな、うん、YouTube 界隈のユーザーはみんな疑問に思っているっていうところが現状なんですよね。うん、でそこでズバリ見えましたか？はい、私まず全然存じ上げてなくて。あ、知らなかった？名前も知らない？全然知らなくてですね、はい、はい、まず知らないといけないので、ちょっと、うん、YouTube 急いで見たり、彼女の、うん、見たりとか、うん、でもですね、なかなかつかめないんですね、この人、うん、多面的すぎて、うん、で、なんかいろんな面がありすぎる人で、うん、それが自分でも抑えきれないような人で、うん、で、まずその純粋になぜ辞めちゃうかっていうのは、うんうん、もうこの人なんか自分
てこうなんか、まあ、疲れやすい、エネルギーがすごい強いんですけど、うん、あの振り幅が大きくて、うん、あの頭もいいんだけど、うん、どうにも疲れてあの動けなくなっちゃうような時がすごい二面性のある人なんだなって感じて。え、じゃあどういうこと、その分野にちょっと燃えて集中する時あるんだけど冷めやすいってこと。冷めやすい、なんかねこう、うん、多重人格じゃないけどこう、うん、ガラッとねこう別なことやりたくなっちゃうタイプなんだなって。なぜ今回もう辞めるって宣言したかっていうと、うん、なんかこの人なりになんか決めていたってきて、うん、なんかこう多分貯金がこの額になったら一回休もうとか、うん、なんか多分すごいもう稼いでるとは思うんですけど、うん、この桁になったらやめようとか、うん、なんかね何かこう自分で決め事を作って、うん、うん、なんかそれ例えばですよ、例えばですよ、本当金額とかわからないんですけど、うん、1億貯金が貯まったからやめようとか、うん、なんか何年か前から決めていたような、うん、なんかそういう自分の本当こう内面のプライベートな理由でとりあえずやめるけど、また復活するかどうかも本人にもわからないって感じで、うん、とりあえず今は休みたいみたいな、うんうん、なんか本当そんな結構シンプルな何か嘘をついてうまく器用にやれるタイプじゃなくてシンプルな感じで、うん、とりあえず今もうちょっとやめたいみたいな、ちょっと息継ぎをしたいみたいな、なんかそんな、うんうん、感じですね、この人。なんかね、で、プロデュース、はい、彼女がプロデュースをしたブラジャーがあったんですよ、うん、でそれが、そこそこヒットしたん、1億ぐらい売れたのかな。でそれをなんかトラブルがあって返金することになったんですよ、うん、なんか詳しいトラブルはねちょっと俺かみさんから聞いたんだけど忘れちゃいましたけど、うん、なんかで消費者に全部返金してもらって一文無しになったんですよ、うん、でそれからなんか飲み屋の姉ちゃん、銀座の飲み屋の姉ちゃんやったりですね、うん、いろんなことをやって、うん、全部取り返したんですね、マイナスで。だから多分ひょっとしたらもう今1億くらいまた溜まってるのかなって感じですよね。なんかそのね、そう貯金とかね結構現実的な理由で辞めるみたい、うん、何かこうトラブルがとかじゃなくて、うん、あとその、うん、あとはもう一つの考えとして浮かんだってか来たのが、うん、あの辞めることで、うん、その本当に今はですよ、疲れて休みたいからちょっと一回休憩して自由に、うん、行きたいとこ行きたいし、うん、ちょっと人前に出るのがちょっと今疲れたから休みたいっていうのと、うん、あともう一つはその将来って頭いい子だから将来のことも考えてて、うん、辞めることでタレントとしてのせちょっと話題作りとか、うん、一回辞めると金に、それがまた金になるっていうのが来たんで、うん、休止することで話題になるし、うん、また復活すれば復活したで金になるし、うん、なんかね、そういうちょっと緩急をつけた商法というか、うん、なんかそういうのも考えてるような感じですね、うん、頭いい子なんで、うん。タレントとして、まあ、タレントといってももうほとんど、彼女は天才テレビくんでデビューしたんですけど、うん、まあ、天才テレビくんで名前を売って、それでその後あんまりテレビに出れなくなって YouTuber で盛り返したってとこなんですが、まあね、賞味期限みたいなのがありますからね。だから、うん、賞味期限が出続けると切れちゃうじゃないですか、すぐに。そうです、飽きられちゃうんで、だからそれ一回休むことで、うんうん、休んでまた剣道従来を期すという感じですかね。うん、多分だからまた周りも金になる、お金になる人だから周りも引っ張り出すだろうし、またこうメンタルが復活して元気になってくればまた出てきたりとか、うん、小出しに出たりとか、うん、なんかそういう可能性は考えていると思うんですけど、全くすっぱりもう一般人になりますっていう感じではないと思うっていうか感じますけど、はい、うん、それで、はい、彼女彼氏とかそういう存在が、うん、まあ結婚相手とかそういうのがいるっていう感じは出ますか？
あ、関係ないですね、この人。うん。恋愛とかで同行する人じゃないですね。うん。あ、恋愛してても、してなくても、うん。うん、それ芸能活動を云々とは関係ねえやって感じなんですかね。そうですね、この人関係ないですね。うん。おそれで、天地さんを見ていって、一番最初に、うん、あの、前世とか、とりあえず、うん、とりあえずあの、リーディングのネタとして、うん、前世でも見るかって感じで、うん、あの、瞑想をしていたら、うん、あの、ちょっと言い訳になるんですけど、うん、あの、この人ダンスをしていたって知らないかったんですね、最初。うん、あの、なんかバーレスクでダンサー活動してたっていうのを知らない。うん、はいはい、知ってましたね。後からは分かったんですけど、情報を。うんうん、あの、知らない時に、あの、中東のですね、ベリーダンスみたいなのを踊ってる人が見えたんですよ。おお、前世で。うん、前世で。で、中東なんだけど、サウジアラビアとか、なんていうのかな、中東のど真ん中じゃないんですよ。ちょっと外れた、うん、なんかモロッコとか、なんかね、うん、こう、文化がちょっと混ざってるようなあたりを感じるんですけど、とりあえずモロッコにしとこうかな、みたいな。なんかのど真ん中、中東ど真ん中のザ・アラビアン・ナイトみたいな文化圏じゃなくて、うん、ちょっとヨーロッパとか、ちょっと中東とかインドとか、なんかどっかこう混ざってるような土地の、うん、ちょっとダンサーみたいな、こう、うん、昔のですよ、要は、何なんだろう、あれって、酒場の女なのかな、こう、うん、ああいうアラビアン・ナイトでベリーダンスを踊ってるような、うん、昔話で出てくるような人物って、どういう、うん、職業のポジションかわかんないんですけど、まあ、とりあえずそういう女性が見えてきて、ダンサーは体を売ってる場合と売ってない場合がありますけどね。ああ、もうそれも含んでるかと思います。結構ハードな生活してる人だと思うんで、うん、なんか、うん、ね、すっごい苦労してる人生いっぱい経験してる人で、で、もう酸いも甘いもみたいな感じの感じと、うん、ね、二通りの前世が見えてきて、うん、で、もう一つは、もう一つ同じ感じで、その中国の、商家にたくさん女の子がいて、うん、そこで女性たちとこう共同生活してたような、こう、うん、要は娼婦の女の子なんですよ、うん、こう昔のね。で、秦の時代とかの、うん、で、こう浮かんできたのが、ちょっと私映画好きなもんで、映画がネタに出てきたんですけど、さらば我が愛覇王べっきっていう、うん、ホウシャウシェン映画の、うん、有名なちょっと映画あるんですけど、うん、カンヌでパルムドール撮った映画があるんですけど、うん、それの、コン・リーっていう、中国の女優さんがやってた、商家の女性が出てくるんですけど、うん、なんかすごいバイタリティ、美しさと強さとバイタリティがある、うん、悲しい最後を遂げる女性が、なんかすごい浮かんできて、うん、ああ、なんかこういう人生の人がいるなーって感じてですね。うん。で、こう、粉をね、こねてるんですよ。なんか餃子的なものをね、作ってるイメージが出てきて。うん。で、それは、中東の女と、その、粉を作ってる女はどっちが先ですか？中東の方が古いですね。で、中国の方が、もっと1800年代とかなんか近い感じがしますね。近い感じ。で、そういうね、ちょっとそういう大変な暮らし、男性に所有されて、うん、もう体を売るしかなかったような悲惨な辛い人生の女性たちと、うんうん、あともう一つは、なんかね、こう南の島のね、酋長みたいなね、うん、こう、すごい位の高い、原住民とか南の島の人なんだけど、要は、王族クラスみたいな、なんかね、そういう人も感じましたね。驚いた？うん。男の人？男かもしれないですね。男っぽいな。うん。前世なんかね、王族だった時期もあると。うん。それも、すごい、なんていう、なんとか族みたいな、こう、原住民なんですけど、そこの、こう、誇り高い戦士みたいな、うん。なんかすごくね、そういうのも感じます、この人。酋長って感じかな、うん。なんかね、すごい、こう、都会的な、ちょっと古臭い言葉です、スノップな面と、うん、すごいこう土着的なね、自然崇拝みたいなね、うん、こうなんかそういうのも感じるんですよ、この人。だからね、なんかもう魂がいろいろあってまとまりきらないような人だなみたいな。だから都会で華やかに暮らしたい部分もあれば、突然、うん、
南の島に引っ込みたいみたいな時もあるんだなみたいなね、こう分裂しちゃってるような、うん、魂の人で、うん、でこれは無理にバランス取って生きるって決めないで、あ、なんかカウンセリングみたいになっちゃうんですけど、天智夢さんはもう頭もいいし金もあるから、うん、うまくこの二面生活をね、都会の生活と大自然の生活を2つを、うん、うまくねバランス取ってね暮らした方がね、この人幸せに暮らせる人ですね。なんか都会ばっかりにいるとメンタルやられちゃうんですよ、この人。あ、そうなんですか。うん、で自然ばっかりにいると今度またねこうまたこう欲が出てきてね、都会で稼ぎたくなってくるっていうかね、うん、なんかねなんともねアンバラン危うい人ですね、この人は。だから魅力的なんだなって感じなんですけど、うん、じゃあ田舎と都会を適度に往復していくのがちょうどいいんでしょうね。そうそうそう、この人それがいいですね、うん、うん、両方のエネルギーが必要で、うん、じゃあ休んだり活動したり休んだり活動したりするのが一番ベストいいと思うな、うん、うん、ですごい頭も良くて頑張っちゃうんだけど、うん、意外とものすごい感受性が鋭くて疲れやすい、めっちゃめちゃ疲れやすい、うん、それは人の本音とかを読んじゃう、無意識のうちに読んじゃうってこと？うん、何を読んじゃう？人の本音とか。人の本音とか、うん、分かる分かる、全部分かっちゃいますね。もう、ちょっと霊感強いというか、そういう再起はしたとこがある感じですね。人と接してるのは好きだけど、人に疲れちゃうタイプ。うん。うん、だからもう何やってもうまくいくんだけど、疲れやすいっていうか、うん、すごい、心配、これからもちょっと幸せに暮らしてる。やっぱり、ね、一番ね、整形に走らないでほしいなと。整形したりしてるのが、やっぱり良くないですね。なるべく良くないですね、あれは。整形してる。顔がね、もう整形顔になってきてるんで、うん、これはやっぱり良くないなぁと思って、うん。うん、でね、これね、多分ね、うん、整形をね、うん、この理由はね、見えてきたんですけど、うん、その前世とかで男性に所有されて、こう、うん、美しさとか、その美人だとか美人じゃないとかで判断されてきた前世があるんで、うん、今回はこう自由な時代、うん、自由な国、日本に生まれて、うん、自分で要望を自由にしたいんですよ。自分で要望とか、うん、金とか男とか全部、うん、全部自分の自由にしたいというか、男に、うんうん、操作されたくないって思いがあって、うん、自分のための整形なんですよ、あれは。うん。なるほどね。なんかね、自分を生きるために自分で顔を変えるっていうか、もう自分の美も、おっぱいを大きくするのも自分がやりたいからって、こう、男にも振り回されたくないっていう思いから来てるっていう。うん。それは前世のそういう、男社会で、もうね、うん、所有されて奴隷みたいに暮らしてた時があって、うん、なんかそのね、反骨精神みたいな、怒りとか絶望とかね、うん、女性に生まれて、その部分をちょっと戦いたいみたいだね。で、すごい女性の友達を大切にするんですよ。だから、男性はどっかで敵というか、冷め切ってるんで、うん、うん。なんかね、そんなのを感じて。で、すごい、パッとチャンネル見るとね、こう今時のギャルっぽいんだけど、めちゃめちゃこの人、伝統的なものとか、古風なものとかに敬意を払う人っていうか、うん、うん、すごい大事にしたい人ですね、そういう。で、どうしたらいいか、私が思うに、この人たちはどう生きたらいいかっていうと。ちょっと、コロさん、興奮しないで。今ね、はい、多分、天智夢好きな人、俺も天智夢全然好きじゃないから、当たってるかどうかわかんないんだけど、うん、意外と当たってるような気がするよね。あ、はい。私も全然知らないんですよ、この人。天智夢だったら当たり前のことを俺ら言ってるだけかもしれないけど、言っとくけど、天智夢ってのはうちの神様がハマってるだけで、全然俺も五郎さんも知らないもんね。私もね、全然、名前聞いてもね、天智夢？天夢ち？みたいな、そんなレベルで知らなくて。うん、なんか名前聞いたとき、最初聞いたとき、日本人じゃないんだろう、中国人だろうと思っちゃったんだよ。うんうんうん。それも前世の関係かな。
なんか中国系の前世は出てきましたけど、うん、そしたらやっぱりウィキペディア見たら、うん、お母さんが中国の方だみたいな。あ、ハーフなんだろう、この子。うん、そうみたいですね。ああ、なんだ、そういうことか、うん。お母さんが中国の方で、本名が、うん、本名が橋本玲香さんっていうのかな、うん、天香さんだったり、あ、昔の芸名が天香さんか。うん、うん、そうなんだ。いや、もう全然知らなくて申し訳ないんですけど、知らないのに勝手なこと言っちゃって、うん。うん、あ、そうですか。YouTube? で、この人は、うん、はい、あの、どうしたら安定するかっていうと、うん、もうなんかね、アスリートの方向がいい。それは体を使う、うん、やっぱダンス、ダンサーとかね、こう、うん、あの、いやー、なんかあの、うん、古い、シャーマニズム的なダンスが見えてきて、なんかこう、ダンスをした方がいいな、この人は、みたいなね。うん。ダンスとか、体を使った表現、なんだろう、なんなんだろう、よくわかんないんですけど、なんかね、何か一つ専門分野を持たなきゃいけないとは思うんですけど、それが、あの、何かの研究とか、勉学っていうか、デスクワークではなくて、うん、なんか、例えばですけど、うん、あの、何かの、どこかの国の、あの、うん、ダンスを勉強するとか、うん、あの、例えば、このアフリカのこの部族の、あの、この踊りには詳しいとか、うん、なんかこう、そういう自分の、あの、専門的に詳しい踊りとかを、あの、例えば現地の師匠に弟子入りするとか、なんかね、うん、そういうのが本当は向いてんだろうなって思うんですよね。あと専門的な体を使った表現みたいなものを勉強すると一番向いてる感じなんですか？すごくね、向いてると思います、この人。うん、例えばアフリカの昔から伝わるこの部族のこのダンスとか、うん、なんかその、ダンスなんだけど、そのバーレスク東京みたいなとこ止まりじゃなくて、うん、もっともっとこう、あの、例えば黒人、アメリカに行って、黒人の人からダンスを学ぶとか、あの、その、なんだろう、民族の、このソウルが、こう、あの、民族の反骨精神とかなのかな、なんだろう、これ、奴隷のダンスなのかな、なんかね、そういうの感じるんですよ、こう、すごい、奴隷とかね、虐げられて、うん、来た民族が、あの、表現す、体を使って表現してる、うん、あの、伝統芸能に、この人向いてますね。なんか、もうまとまらないんですけど、うん。うん、この人が、いや、だからね、はい、外国行ったりするといいな、うん。この人が YouTube で成功したっていうのは、なんでなんですかね。あ、やっぱりこの人の人間力、いっぱい苦労してる、あの、前世が、いっぱい苦労している人生 なので、うん、あの、人の痛みが分かる人なんですよ、この人。うん、で、あの、若いギャルっぽいお姉ちゃんって感じなんですけど、うん、あの、すごい中に、すごい、こう、人生いろいろ知ってるおばさんが住んでるみたいな、うん、なんか、どんな話を聞いてくれそうな懐の深さとか、うん、なんか余裕っていうか、こう、うん、どんな汚いもの、どんな悲惨なものを見ても動じない感じっていうか、うん、うん、なんか達観してる人はね、すごい若いのに、うん。だから見てると、こう、安心感とか、あの、解放されるっていうか、みんなが、こう、うん、あの、ちょっとね、やんちゃな、不良っぽいやんちゃなお姉ちゃんなのかなって最初見たんですけど、うん、あの、思ってたんですけど、そうじゃなくて、あ、すごいいろいろ感じちゃう子なんだなっていう、あの、頭がいいっていうか、あの、ね、あの、勉強の頭の良さじゃなくて、勘の鋭さがあるから、うんうん、あの、人に嫌な思いさせ、ね、こう見てて気持ちをすごい、うん、あの、不愉快にさせないというか、うんうん、なんかね、安心感を与えるのかなっていう感じですね。うん、なるほどね。いや、っていうか分かんないんですけどね、知らないですけどね。いや、うん、今回、あの、全く知らない人をリーディングしたわけでしょ。そうです、そうです。あの、先生からね、うん、テンチムさんって言われて、うん、え、誰なんですか、それは誰なんですかみたいな感じ、うんうん、全然こう、自分が、あの、見なかったチャンネルですね。全然出て、うん、あの、おすすめにも出てこないし、うん、知らなかったですね。でも割と、こういう知らない人をリーディングすると面白い。ああ、
面白いですね。かえって勉強になりますね。やっぱり新鮮ですね。まあこれ天竺漫画聞いてれば、この部分は、天竺漫画聞いてればこの部分当たってます、この部分当たってますって指摘をコメントでくれると思うから。じゃあコメント欄に天竺さん知ってる方はどう、この私の勝手なね、リーディングだかチャネリングだかで言ってるこの、今のねやつ聞いてどう思ったか感想を聞きたいですね。じゃあまた次回もね、ちょっと、まあ、天竺さんじゃないけどまた誰か未知の人物の、そうですね、そうですね、未知誰だそれっていうのがあったら、誰ですかそれみたいなね、そういう人も先入観がないからね、はい、そうですね、むしろ先入観ない方が真相に迫れるんじゃないかなっていう気がしますよね。そうですね、今回本当先生を私もどんな人か知らないで今こうやってお互いに喋ってるんで、いやもう神さんからのリクエストがあったので仕方なしにやってみたんですけど、そうなんですね。でも意外と面白い結果出ましたよ。そうですか。まあそうですね、まとめるとですね、じゃあ天竺さんの前世は、あの中東文化系のダンサーさんと、中国の商家にたくさんの女の子たちと助け合って生きていた商家、商婦の女の子で、中東の人も娼婦かな、なんかとにかく男にひどい目にあって、男にこう所有されて、お金とか美貌とかでね判断されて、もうそういう辛い人生を送っていたけど、女の子同士で助け合って生きていたみたいなね、のそういう人生と、あとはそのどこぞの南の島かアフリカかわかんないんですけど、原住民的な部族の、戦士か王族、なんかね王子様っぽい感じなんだけど、そういう誇り高いね部族のね偉い人だったっていう、この3通りが見えましたね。で辞める理由は本当に単純に疲れたっていうのと、お金がなんかある程度の決めてた金額にたまったんじゃないかなっていう感じですね。それであまりにもつまらない理由っていうか、現実的で個人的な理由なので、もう内容は伏せたって感じですね。かえって喋ると盛り下がるんでみたいな感じで、でプラス辞めることで金になるっていう言葉が来たので、まあタレントとしての話題作り、そして数年後にまた自分がやりたくなる時が来るんじゃないかってことで、復活した時にまた金になるように、そういう意味でも今回一回やめよう、や休止しようっていうことで、って感じのリーディング、チャネリング、リーディング何なんだかわかんないですけど、の結果でしたってことですね。なかなか腕は上げてます。そうですか。昔に比べて精度が高くなったような気がします。精度が上がっている。なんか前に余談になっちゃう、なんだっけ、ガーシーさんをやった時に、すごいガーシーさんが、全然知らない、私もガーシーさんのチャンネル見たこともなくて、だったんですけど、なんかね、すごい前世の光景とかがすごいリアルに見えてきて、すっごいねやりやすかったんですよ、ガーシーさんが。そしたらね、後から理由が分かったんですけど、すごい霊感強い人みたいで、なんか霊感強い人ってやっぱりね見やすいですね。なんでかね、つながりやすいっていうか、それ霊感強い人は逆になんか発してるのかな、自分からなんかねパカンって開いてるっていうかね、ちょっと簡単に言うとアンテナが広がってるって感じですね。こう、アンテナが5本立ってるって感じですかね。で普通の人が 2,3 本だとしたら、ガーシーさんは6本7本立ってて、でキャッチしやすいんですよね、そういう人は。なるほどね。で天竺さんはね全く最初ね何も見えなかったんですよ、先生に依頼された時に。で何も見えない、どうしようと思って、でもしかしたらちょっとねメンタル落ちてるかもしれないね。ちょっとメンタル落ちてたり鬱っぽくなってると見えてこないんですよ。でなんかね徐々に紐解いていく感じで見えてきたんですけど、
そう、見やすい人、見えにくい人ありますね。そうですか。またじゃあ、今はい。受付でもうだいぶ、もう処理を待ってる人います？もう、だいぶ長あ、はめ。い、まだあります。はい、お待たせしてる方いますね。あ、そはうでい、すでもか。ちょっと今お盆だもんですいません。あ、そうちょっか。と一回、今お盆明けにまた復活しますって感じで。まはい。た、あれだよね。チャネルリングとかでいろいろ、前世以外でも見てもらいたい人がいたら、また申しはい、よ込んろでいしただいくて、お願いします。よろしそうくでお願すい。ね。本当にありがとうございます。あ、ありがとうございます。今日はお疲れ様でした。どうもどうも。ありがとうございましすいません。た。失礼失礼いしたしまます。はす。はい。い。